どうも皆さんこんばんは。始まりましたみんなの街の投稿事件簿でございます。よろしくお願いします。健吾くん今日もよろしくお願いします、はい、というところなんですけど、はい、ですね、電車で電車でこの前ね、はい、うわー、何ですかこの典型的な幸せそうな家族の会話っていうのを目にした、耳にしたんですよ。あ、なるほど。なんかね、はいベタかよって思っちゃったの。はい、あのね、俺が座ってて、はい、その横におじいちゃん、うん、おばあちゃん、はい、まあ、お父さん、お母さんなのかな、はい、で、ちっちゃい女の子、まあ、4、5歳なのかな、女の子がいて、まあ、幸せそうな家族が、はい、あ、まあ、隣にいるなと思ってたら、なんかの会話の流れで、その女の子はね、おじいちゃんは、はい、おばあちゃんよりもお酒の方が好きなんだよでなんか急に言い出しちゃうね。なるほど。で言い出しちゃう、はい、そしたらおじいちゃんがそれ聞いて、はい、いやそんなことないよ、おじいちゃんお酒よりもおばあちゃんの方が好きだよって言ったの、はい、そしたらその女の子が、はい、いやいやそんなことないよ、だっておじいちゃんはお酒のことは好きだって言うけどおばあちゃんには好きって言わないじゃんおって言ったら、はい、そのおじいちゃんが、うん、あ、これは一緒だった取られたなって俺初めて聞いたんですよ。これはこれは何でしょう、この微笑ましい会話というか。いいですね。だから思わず笑っちゃったの俺と。なんかよくほらサザエさんとかなんかホームドラマかなんかでね、なんかあったかい会話みたいなのあるけど、うわーこんなくだりあるんだっていうのは、だって今現在これは一本取られたなっていうのをコントの中でしか言わないじゃないですか。そうでしょ。だから俺も多分ね、今までの人生遡ってこれは一本取られたなって聞いたことなかったなと思って。わ、すごい、テレビの中じゃなく、そう、本当に漫画とかアニメじゃなくてあるんだって。だから皆さんの中でも、はい、その文言ってリアルに聞いたことある人いるのかなって俺思ってんの。だって、うん、うちのじいちゃんとかも言ってないっすもん、そんなの。いや、そうでしょ、はい、別に、ね、年齢問わずよ、はい、別にお父さんでもいいよ、それが だったとしてもいいけど、俺のその親一本取られたな履歴が、はい、その1だとすると、はい、その前に遡ってあったかどうかも定かじゃないからね。なんか貴重なのを見たなと思った気がしましたね。なんかすごい、道でこう、うん、メガネメガネで探してる人を。いや、それ本当、それレベルのベタさがね、訪れまして。すごいな。なんかみんなの街の投稿事件簿でね、いつも事件を扱ってますから。まあ、そうですね。電車ってもう、そういうすさんだことしか起きないし。びっくりのことはいつも扱ってるんですけどね。僕も朝と、うん、まあ、朝8時台の電車によって、ね、なんかみんなピリピリした感じで。はい、ね、水天宮から人形町の乗り換えの地上乗り換えをもうつか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 、ね、はい、一塊でこなし、あれはもう本当日本の電車って、まあ、仕事に向かうからだろうけど、はい、嬉しい顔してないな誰もが、みんなね、働き方改革ってなんとかって思うよな。それは帰りは最終電車で揺らない、はい、地上乗り換えの時に繰り返し、はい、酔っ払いが僕の進路を塞ぎ、俺もその一本取られたなぐらいのあったかいエピソードが欲しいですよ、電車でね。殺伐としてますが、はい、皆さんの間であったいろんな怖い話であったりとか、はい、事件系の話をお届けします。お願いします。今日の、はい、一発目はももさんですね。います、こちらですね、はい、はいはい、いろんな脱線含めて楽しく視聴させていただいておりますと、はい、ちょこちょここいつやばいなっていう人に出くわすんだけど、これは学生の頃バイト帰りの電車で出会ってしまったやばい人の話であると、はい、その時私は座席に座っていたんですけど、はい、目の前に中年の男性が立っていたと、はい、男性は座っている私の膝に自分の膝ぶつけてきたりね、はい、つま先を蹴ったりしてくると、はい、今になって思えば車内の人口密度それほど高くなかったけど、はい、空いている座席はなかったんで、まあ、嫌がらせをすることで私を立たせて、はい、そこに自分が座りたかったのかもしれません、だけど私はかなり気が強いと、はい、さっきから蹴ってきやがってなんだこいつと思いながら、うん、電車の揺れに合わせて、はい、その男性のつま先を蹴り返したと、つばぜり合いみたいな、はい、
嫌がらせはしばらく続きましたが、間もなく向かいの席が空いたんで男性はそこに腰を下ろしたと。だけど、まあ、反撃が気に食わなかったのか、その人はずっとね、私のことを睨みつけてくると。なるほど。私はといえば男性の視線は不愉快ではあったものの、まあ電車降りるまでその視線無視してずっと手元のスマホをつついていた、やがて最寄り駅に到着したんで電車を降りて、そこから原付を止めていた駐車場に向かいます、はい、それなりに遅い時間だったんで薄暗い駐輪場人の姿はありませんでしたと、はい、カバンから鍵を取り出して原付に差し込んだところで、うん、おいと、うん、後ろから声かけられた、はい、振り返るとそこにさっきの男が立ってる。わっ、こいつ私の後つけてきたのか、はい、こんな何もない駅でわざわざ電車降りてくると、お頭おかしいと、原付のハンドルを握ったままそんなことを考えていると、音が舌打ちをしながら、さっきの態度何なんだ、お前の原付のナンバーを覚えたか調べてやるからなと言ってきた、その駐車場には人気がないので大声を出しても誰かに助けを求められるとは思えず、またもし声を出すことで逆上されても厄介ですと。男を睨み返しながら冷静にスマホを取り出して110番に通報したと。もしもし警察ですか、はい、おかしな男性につきまとわれているんですけどと警察に電話をしたことが伝わるようにわざとそう言うと、はいはい、男はさらに舌打ちをしてくると。そして駅の方面にきびすを返したので、はい、一旦は安心かと思ったんですけど、うん、男は駐車場の陰で足を止め、そこからまだ私を睨んでくる、はい、私は通話をスピーカーモードに変えて、はい、牽制のため警察官とのやり取りが男にも聞こえるようにしました、はい、今どこにいますか、あなたのお名前伺えますか、うん、それに対して何々駅の駐輪場です、まだその男が近くにいるんで名前は言いたくないですと、はい、男が近くにいると知って事態を深刻に受け止めたのか、うん、電話対応してくれた警察官まっすぐ家には帰らず、うん、近くの警察署か交番まで来るようにってことを言ってくれたと、うん、で最寄りの警察署は原付で 2,3 分のところにあったんですぐに伺いますってことを告げて電話を切って、はい、背後で何かをわめいている男を残して原付飛ばしましたと。その後警察署に到着すると話が言っていたのか、出てきた警察官が丁寧に対応してくれましたと。被害届などは出さなかったんですけど簡単な調書を取られ、この件は不審者案件となりました。様子のおかしな相手に反撃するなど今になって思えば何とも無鉄砲な行動でしたが、これが私の事件簿です。なるほど。何なんだろうね、電車の中のこういうやからっていうのは。いやー、立ち悪いやつはいるんで、僕もなんか一回、うん、普通に座ってたんですよ、うん、で、男と男が座ってるっていうよりも、うん、そう、女の人だったんですよ、隣が、うんうん、で、ある程度ちょっと開けてるじゃないですか、開けてるね、自衛のために。そうね、何言われるか分かんないよ、はい、分かんないですけど、まあ、で、このくらいの間に、うん、おっさんがこう座ってきたんですよ。で、うわって思うじゃないですか、うん、あマジかと思ったら、でそしたらもうこう、まあ、僕だとして、うん、そのとこ座れたのに、なんだおめえとか言って、うわ、いや、おめえがなんだよっていう、いや、まあ、確かに、って思ったし、俺も視線送ったかもしらんけど、いや、お前が来た、お前が来たんじゃねえかって。やんのかおめえとか、もう結構喧嘩モードで来て、おうおう、でもう俺らよ、なんか次の駅でみたいなこと言ってくるんで、もうやっちゃおうかなとか思ったんですけどいやまあだってね、憲法は少林寺憲法の有段者であるからね、まあ、そうですね、はい、でもその頃ちょっと僕もまあ半年に1回ぐらいちょっとテレビに出てた時期だったんで、でもな、これやっちゃうとあれだなっていう、いろいろね、はい、若手芸人ね、はい、なんだろう、電車内で、暴行みたいなこと言われようもんなら、はい、いろいろ迷惑かかるからね、はい、だからまあこらえようと思ってもこらえましたけど、こらえたんだね、はい、そこはね、はい、でもしょうがないよね、なんかいやもう簡単に気絶させようかなと思ったりとかもしたんですけどいろいろだって、はい、そういう時にもしさ、じゃあ別にそういう自分が芸人でもなくて、はい、そういう、なんていうのかな、背負うもの、守るものがない状態だったら、はい、まず健吾だったらどう対処するの、そうやって来た時に。やんだごめんって。いやもう、ガーンってもう、もう窓にもうそのままくっつけてやろうかなと思って。打ちつけてやる、はい、なるほどね。なんだろうと思って。だから本当にね、でもそういう人間って、なんでそういう人間になってるんだろうとすら、
なんかね、暴れみさえ覚えるわ。まあ、かわいそうっちゃかわいそうなんですけど、まあね、ちょっとあの自己完結してもらわないと、そうだよね、外に向けてやると多分もっと不幸になるよっていう。でもそういう人ってさ、はい、昔もいた、まあ、いたんだろうけど、いやなんかでも今の時代だから多くなったの？なんか前ってもう危ないやつでも最初からもうなんかもう近寄んないよみたいな空気ありましたけど、そのなんか実は危なかったやつとか、急になんかスイッチ入るやつとか、うわもうちょっとよくわかんないんで。確かにね、はい、あの俺も自分で思うけど、はい、昔って自分の周りでそういうことが起こらなければそういう人っていないっていうことになってたじゃん、はい、だって自分が見てないんだから、はい、人の話は聞くけど絵で見たことがないとか。だけど SNS とかがいっぱい広がってくると、はい、変なやつがいたとかって電車とかで撮ってんのさ、はいはい、あげたりするじゃん、はい、でそんなの結構見るじゃん、はい、いっぱいいるんだみたいなのを摂取してるっちゃ摂取してるんだよね、はい、確かに。だから逆に言うといいやつもいるんですよ、はい、電車の中ですごい優しかったなっていう人とか、なんかちゃんと席を譲るなんか若い子、それでおじいちゃんおばあちゃんがありがとうって言って座る光景だったりとかさ、なんか嫌なことばっかりが目につくような。そうですね、 SNS ってそういういいのあんま上がってこないじゃん、はい、なるね。なんか心に闇が溜まりやすいよね、ほんと正直。なんでしょうね、うん、そっちの方がやっぱバズりやすいのか、まあ、インプが稼げるっていうやつなのかな、はい、みんなが見るからね。いい話、そうですね、一本取られた話とか、あちょっとこそって取って上げてもらわないとそれもよかったいやだってそんな会話になると思ってないもん一本取られたらこの後の会話であれまた聞きたいけど多分生涯聞けないだろうな俺はもうと思うわ。それはもう自分が言うしかないですよ、ね、俺が言うマッチポンプじゃねえかちょっとはい、では続きまして、お名前が和風厚切り豆腐ステーキさん。まあなんかいただいておりますよね今回、はい、高校生の時と大学生の時に経験したことをお話しさせてください、はい、私は高校まで自転車で通学していた、うん、だけど、まあ、ある日ですね、はい、たまたま何があったか忘れたんですけど電車通学、その日はそうしたと、はい、普段一緒に帰れない友人とゆっくりと駅に向かいながら歩いていると、はい、ふと思い出したかのように友人が言い出したと、はい、豆腐知ってるって、まあ、豆腐ってこの方のね、あのお名前、はい、和風豆腐、はい、厚切りステーキだからまあまあややこしいよこれ豆腐知ってるとそこが残るんですねだよもう、はい、何って聞いたら、はい、これ幸福なのかな幸せなのかな、幸福おじさんの話って言うと、うん、何のことか分かんない、はい、何幸福おじさんって聞き返したらその友人がね、はい、あのねセーラー服を着たおじさんを写メして待ち受けにすると幸福になるらしいよって教えてくれたと、ふーんぐらいしか別に思わなかったんで、で線路が違うためその友人とは別れて、はい、私が乗る路線の改札口をくぐると、はい、やや人が混んでいましたと、はい、普段使わないためこれがどれほどの混み具合なのか分かんないんですけど、ただ混んでるなぁと思っていたと、はい、で人混みを抜けて扉の入り口の案内が書いてあるホームに立った時、はい、自分の右側が異様に空いていることに気づいたと、うん、あれと思って右見たら、はい、そこには2人組のややぽっちゃりしたおじさまが楽しそうにおしゃべりをしながら立っていたと、はい、今時の女子高生のコスプレをしながら楽しそうにおしゃべりをして立ってると、片方は服装までは忘れたんですけど、はあ、パッツンパッツンのロングのニーハイだと、片方生足、はあ、無駄毛処理はきっちりしていたと思いますと、はあ、そして当時の女子高生の私から見てもおしゃれで可愛い着こなし化粧、息をするのも忘れて見つめているとホームに電車が来ましたと、はあ、慌てて乗り込んで隅で固まっていましたと、もうおじさま2人もね、はあ、当然乗り込んできたんですよ。で、ま、でやっぱちょっと遠目に見てしまうと、はあ、でそのお二人っていうのは私より先に降りたんですけど、はい、衝撃が強く目的の駅を乗り過ごすところでしたと、翌日、はい、その話をしてくれた友人に伝えると、はい、羨ましいとなぜか悔しがっていました、これが高校生の時のある日の出来事なんですと。なるほど。それから、はい、大学生になり、はい、忘れていた頃です、そんなことね、はい、でやや大きな都市へ電車で遊びに行ったんですと、はい、大通りを歩いていると平日なんですけど、やや大きい都市なこともあって大きなショップが立ち並ぶ大通りで人混みに揉まれながら、はい、休日でも祝日でもないのになんでこんな人が多いんだろうとイライラしていたと、はい、左にと逃げていると空洞があると、あれと思ってハッと左見ると
ぽっちゃりとしたおじさま2人がいると、あの、はい、昔高校生の時見た、はい、あの2人だと、はい、おしゃべりに興じるその2人の唇はつやつやとしており、キラキラもしていた2人ともと、片方はミニスカのピッチピチの網帯、片方はピンクヒラヒラしたロングスカートのロリータ風であったと、はい、ずっと離れて頑張って人混みを抜けました、はい、決して痴漢行為をされたわけでも露出されたわけでもないのに、記憶に刻まれておじさま2人でしたと。ちなみに幸運ジンクスなんですけど、はい、恋愛運に効くらしく、彼氏ができたりした方がかなりいるそうだと。ちなみにね、このぽっちゃりおじさま2人、はい、男性がそれを待ち受けにしても効果がない、女性が待ち受けにしないと効果がないと、男の人が待ち受けにして幸運を授かったとは聞いたことがないんです。名の式チームもね、忙しいと思いますけど応援してますというところで結ばれておりますが、これはなかなかすごい、たまにね、変わったというか、はい、自己性の強い、はい、自己主張の強いファッションをしてらっしゃる方もいるけど、幸運、幸福おじさんと呼ばれ て、そうですね、こういう格好してなんか変態気が全くない、うん、まあちゃんとなんかそれを自分で楽しんでるんだろうなっていう、そうですよね、はい、まあ一番驚いたのは複数っていうのが、ああそうですね、ピンじゃないんだっていう、大体は一人ですけどね、だから、はい、見つけたんですよね、だからその人からしたら、うん、だから本当にね、こういうのが、いつも思うのが、同じ変わった趣味を持っていると、はい、で、このもう一人の人がその趣味から脱却というか、もう俺この趣味やめるわってなった時とかが一番修羅場とかになるのかなとかちょっと思ったりはするんですよね。え、なんだやめ、俺はこれからどうしたらいいんだいみたいなことになるのかなとか、あの待ち受けにしたら幸運が訪れるって、はい、ノブさんと同じ入り口ですけど、はい、そうだね、着物おじさんとセーラー服おじさんで、確かにそうだ、だからなんだろう、変わったものを待ち受けにする、別にノブが変わってるわけじゃないけどなんかそういったものっていうのはね、なんか昔あれじゃん、なんかなんだっけ、佐川急便にタッチするとだっけ、ふんどしにこう触ると、そうそう、触るとなんか運気が良くなるよとかね、あ、であれふんどしの色がなんか赤だか白だか、そうそう、それに触るとで赤がね、なんか魔を払う色だったりするとか、なんかその当時いろいろ言われてたんで、ね、ありましたね、ちょっと思い出しましたね。はい、続きまして、こちらは赤いセーラー服さんからの投稿でございます。いつも楽しく見ておりますっていうことなんですが、はい、30年ほど前、私がまだ女子校に通っていた頃ですと、はい、通っていた学区のある地区はですね、はい、まあ、あまり治安の良い地区ではないと、朝登校すると学校沿いの路上に駐車してある車1台1台にまんべんなく酔っ払いが撒き散らしたと思われる吐砂物がかけられていたり、女子校ということもあり、うん、定期的に変態騒動を耳にしておったと。ある日、はい、私は通院のため遅れて登校しました、はい、すると路上に停めてある車の運転席に座っている男性からですね、はい、すいませんティッシュくださいと声をかけられた、はい、でその方の顔を見ると、はい、昔の青っぱな小学生に負けず劣らず、はい、両方の鼻からものすごい量の鼻水が出ていたんだって。で何も気にせず持っていたティッシュを差し出そうとポケットをゴソゴソしていたと、うん、すると間髪入れずにその男性が、はい、早くしてもらえませんか、もう出そうなんでって言うとはぁと思って車サイドを見ると、はい、股間を出し、うん、何やら、まあ、していたのが目に入ったと、はい、あ、私はやられたと思っていて持っていたティッシュを思いっきり顔面めがけて投げつけて、はい、学校に駆け込んだと、うん、早く気づいていたらティッシュを差し出さずに立ち去ったのに、大人なのに尋常ならざる量の鼻水を出していた顔面に惑わされましたって何なんだよこの話もマジでいやこっちじゃねえのかと聞きてえのは下の方だったんかいっていうねこっちで会ってくれと聞きながら、いや本当だ、思いながらやっぱこっちだったっていう、いやきついな、はい、これそいつは、はい、カモフラでわざと出してたの、そんなわけないよね、いそんな気の利いたトリックを叙述トリックをなんで叙述トリックじゃねえだろうなんか読者をミスリードするように推理小説の作家がやるのは叙述トリックだけどまさかそんな高度な技を変態がするとはいやだからこれっていうのは、うん、
まあそうか、だからまあ女子校が近いからその近くで楽しもうみたいなことなんだろう。たまたまなんですかね、もう通学時間と違って。まあなんなんでしょうね。でも本当にこういう気持ちもね、うん、常人の思考ではなかなか推し量れないところが ね彼らにはあるのでねっていうところですね。続きまして、はい、これはお名前きなりさん、はい、今から26年前、はい、関東の某大学病院で看護師をしておりましたと。でその病院には丸ごとマンションを1棟買い取った形の看護師寮がありまして、私はそこに住んでいたと、はい、玄関には形ばかりですが一応オートロックがあり、うん、表には看護師寮であることが分かるような表示も出してなかったそうなんですよね。でも出入りする人間を見ていたら分かるもんなんで、うん、まあ、変態にはですね、はい、多分丸分かりだったんじゃないかと思うと、はい、形ばかりのオートロックと書いたのは門が男性なら乗り越えられる程度の高さだったからですと、っていうことと住んでいる者がきちんと必ず鍵を閉めるとは限らなかったからですと、はい、ある夜勤明けの午前中です、はい、私はいつも通り部屋に入り寝る前にちょっとお腹に入れようと玄関から入ってすぐのちっちゃい台所で包丁を持って野菜切っていた、はい、単身者用の6畳程度のワンルームの部屋、台所も狭く廊下も兼ねておりますと、うん、その時室内のインターホンがピンポーンと鳴った、はい、私は対応するためにスイッチを押してはいと答えた。返事ないんですよ、うん、カメラはついていなかったので誰かがそこにいるのかどうかも分かんない。応答ないからいたずらか間違いかなと思って台所に戻ったのと同時に玄関がガチャリと開きました、うん、夜勤明けで疲れてぼーっとしていたため鍵をかけ忘れていた。見知らぬ男が立っている。ニット帽をかぶりサングラスをかけ、マスクしていたから顔全く分からない。でもいると、うわってなって台所に包丁を投げ出して部屋の中に逃げて腰を抜かしてへたり込んでしまった。男普通にズンズン部屋に入ってくるんですよ、でへたり込んだ私を後ろから羽交い締めにして、うわーこれ怖いね、静かにしろって言ってきたと。顔に当たった手の感触で軍手をしているんだなってことが分かった。私はもうすっかり逆上して何を言われたのかも分からないまま渾身の叫び声を上げた。で、はい、きなりさんね、高校から演劇部で腹式の発声が身についているためかなりの声量だったそうなんですよ。口を塞がれていても軍手で滑るし、私も身をよじって逃げようともがくんで完全には防げませんから私の声は容赦なく響き渡ったと、はい、後で聞いたところ3軒向こうのお宅まで聞こえたそうですと。私が延々とわーって大音量で叫ぶんで犯人諦めたのかチッて舌打ちをして出て行った。で私はよろよろと寮長のおばさんに部屋に行き事の次第話してすぐに警察呼ばれたと。パトカーが何台も連なって現れて現場検証などをして、その後警察に移動してほぼ1日がかりで事情聴取を受けました、はい、警察官が言うにはおそらく初犯だろうとのことでした。金品目的であるなら金を出せと言うだろうし、うん、婦女暴行目的なら軍手はしないんだそうです。あ、なるほど、はい、何より台所に放り出した包丁を見逃していることから慣れていないだろうと推測が立つそうですと。結局犯人は捕まっていません。で翌日普通にね出勤したところ、うん、ベテラン医師がウキウキと病棟にやってきて、うん、ねえねえ昨日変態にやられた子がいるらしいじゃないと、うん、デリカシーゼロのことを言い出したので間髪を入れず、それは私ですがやられてはいません、変な噂を立てないでくださいと言ったらすごすごと逃げていきました。さらに数週間後私は病棟で自殺未遂を発見して警察が事情聴取に来たんですけども、はい、現れた刑事さんが私の事件の担当の方で、私を見た瞬間にまたあなたですかと言われたのが腑に落ちませんでした。私が事件を起こしたわけじゃないっつーのっていうところで結ばれておりますね。怖っ。なんか江戸川コナン君とか、はい、金田一君みたいな感じで、そうで、またお前かそんなね漫画の推理物のような展開の一言あったんですけど、これは本当に恐ろしい話ですよね。いやそうですね。であと、うん、あ初めて知ったっていうのが、うん、その暴行目的なら軍手をしてるって、はい、ね、婦女暴行目的だったらなんか軍手はうんぬんというくだりは確かにありましたよ、ね、だから警察の方の中でのなんだろうな、そういうふうな認識っていうのがあるんでしょうけど、うん、これは本当にうまくよくね演劇をやっていてよかったんだろうなってこと思いますよね、はい、まああれじゃないです、その
本来の意味とは違うんですけど、ゲは身を助くっていう、うん、あまあまあまあそうね、そこでこれが、はい、あの声がねちっちゃかったりしたり何も聞こえなかったりしたら、はい、その後何があったかわからないっていうこともありますから、まあ、こういう人が急に来るパターンの話ってめちゃめちゃ怖いですね。怖いですね。まあ、無事に助かってよかった、はい、続きまして、はい、ニカさんですね、はい、学生だった頃のお話です、はい、高校から専門学校の頃、うん、成田空港方面に、ま、通学でいつも使っていたそうなんです、はい、で当時からかぼ、当時からぽっちゃりからデブな体型だった私は、うん、外国人の方にナンパされることが多かったんです、まあ、過去で普通のナンパではなくホテルに行こうとかそっち系のって書いてありますね。で、まあ、いつもなら無視して逃げていたと、はい、で高校の頃の日曜日ですと、はい、友達とその中学生の妹と、うん、空港方面遊びに行くことがあったんです、はい、でその時も外国人の方にね、まあ、ナンパなんでしょうね、ホテルに行こうよってナンパされたと。トイレに行っていた友達たちが心配して寄ってきてくれた時に、うん、友達の妹がえって大きな声を出したと、はい、その瞬間ナンパしてきた外国人パーって逃げていった、はい、何だったんだろうと思って友達の妹に知り合いかどうか聞いてみたら、はい、そのナンパしてきた男性っていうのが、はい、これ中学校に来ていた、これは ALT って書いてある、 ELT だから ALT、 あの英語の先生ですね、はい、なるほど、はい、ALT でしょうね、はい、の先生だったんだって、はい、でその日の数日前に ALT の期間が終わってお別れをした後だったそうですと。中学校に英語を教えに来るような外国人の方もそんな直結系のナンパするんだなと、はい、ナンパ自体も怖いし嫌なんですけど学校でも生徒を狙って見ていたのかもと思うと、うん、とても怖かったです。いや見たくないよねこういう先生の自治体というか、なんていうのかな、修文というか、なんかね、はい、そうですね、僕も高3の時に、僕にいたずらをしたスコットランド人は違う小学校の、ALT の先生でした。情報が多いんだけど、ちょっと待って、小学校の僕、あ、いや、高校生の高校、健吾の高校生の時に、なんか友達を逆難して、うん、で、まあ、一緒に行ったカラオケボックスで、うん、僕にいたずらをしてきた、アリというあの女性はスコットランド人で、そこからちょっと離れた小学校の ALT の教員だったって、うん、本当だよ、免許証を見せてくれて、うわー、それでそのアリっていう女性は、はい、その赴任していた学校で生徒にいたずらをしてたの？いやしてないです、まあ、僕にいたずらしただけですじゃあ、はい、それ健吾は何をされたの？僕は思いつく限りの、いたずらをされましたアリが思いつく限りのことやってきたの？はい、やってきましたんで。でもそれは逆難されたの？そうです、僕の友達を、うん、まあ、逆難してアリがしてきて、はい、アリとそのもう一人も、うん、ALT、 あ、両方とも、はい、あ、両 LT だ、両 LT で、はい、なんで、いやでもまあね、その別に日本人外国人なんか性欲がないわけじゃないだろうし、はい、でも何の立場として自分がそこに来ているのかとか、はい、その近くで何かをしたら、耳に入るかもよとかいうところとかを考えないんでしょうかね、うん、まあ、まあバレないと思うのか、まあそこちょっと市が違うんです、その赴任しているところが。なるほど、はい、だからまあちょっと遠征してきたみたいなあ、なるほど、はい、ところでありは、はい、あ、そうなんだ、いろんなのがありますね。怖いです、怖いですね、はい、では続きまして、はい、投稿の名前ちゃんちゃんさんですね、はい、いつも動画見ていただいてます、ありがとうございます。初めての投稿ということで、今私は30代なんですけど高校生の時の話ですと、はい、高校2年生の春休み限定で私はラーメン屋さんにバイトしてたと、はい、で自宅から自転車で15分ぐらいのところだそうなんですけど、でお昼の時間帯だけやっていたんだけどもね、はい、まあ、平日も休日も座る時間もないくらい忙しいと、はい、でバイト終わりは結構な頻度でラーメン屋さんの近くにあるコンビニに寄ってジュースなど買って休憩してから自宅に帰っていたと、はい、でまあ春休み限定だったんでね、はい、まあラーメン屋さんのバイトすぐ終了しますよ、はい、でそれから半年ぐらい経った時であると、はい、仕事から帰宅したお母さんにね、あんたラーメン屋でバイトしとってその帰りにコンビニ寄ってるとかいつも言っとったよねと、はい、店員の顔って覚えとるって聞かれたんだって、
でよく行くお店の店員さんなどは特徴だったり言えるんですけど、はい、まあ、バイトを辞めてからは、はい、まあ、その場所には行ってなかったから、うん、はい、私は多分男性店員のはずいたけど、まあ、顔覚えてないなってことを言ったと、うん、そしたらお母さんが、はい、そうやんね、今日会社で聞いたんやけど、はい、そのコンビニに、うわこれマジか、これ行っていいのかな、おお、なるほど、そう、重大事件ですね、重大、そうですね、そこから服役というか、うん、出てきた、はい、方が働いていたんだって、はい、でそのお店、それがまあいろいろ広まったから潰れたんやってって言われた、でそのコンビニは高速のインターチェンジに近いところにあって、はい、駐車場も広く結構流行っていたのに、その半年間でなぜか潰れていました。母親の突然の言葉に固まってしまったのを覚えておりますと、コンビニで働いていたと、はい、うん、〇〇のゲームセンターの夜にゲームセンターに行くと夜にいるとか、丸々の近くに親族がいて今はそこで暮らしているなど、嘘か本当かわからない話が出回っておりましたと。不審者の話はたまに聞いたりするんですけど、私の中で一番怖かったことですということですね。こうわね、だからね、ここの部分のそのね、今ちょっと自主的に名前の方っていうのははっきりとは言わなかったんですけども、はい、すごく先生なんていうのかな、みんなが震撼するような、そうですね、はい、事件を働いた犯人ですね、はい、知らない人は誰もいないと思います、はい、多分あ聞いたらあの人だっていうのが、働いていたっていう。でもこれは怖いな。ネットがなかった時代に顔をよく知ってましたね、うん、そうだね、だから多分お母さんもいろんなところから、はい、まあ、うん、話みたいなのが回ってきて、はい、あそこのコンビニに働いてたらしいよってまず噂を聞いて、はい、え、でもあのコンビニってうちの娘がラーメン屋でバイトしてたところの近くのっていうことで、いろいろ情報というのが伝わってきてっていうところだったんでしょうけど、だからね、こういうところで本当に非常にコメントに困るんですけど、そこで働いてて特に何かをしたわけでもないからね、そののが広まったからそこが潰れてしまったっていうことはあるんだろうけど、でもやったことの社会的な責任性とか世間に与えた影響っていうのが大きいから、怖いって思うのは当然だと思うんですよ、うん、ですね、俺でも嫌だもん、はい、そこはやっぱりさ、まあ、あの、まあ本当に雇ったコミ店長とかは知らなかった、いや知らないでしょう、もちろんそれはね、そこはしょうがないっていうか、まあ、気の毒なだなとは思うんですけど、うん、そうだよね、だって結局その後にそういう噂っていうのが広まってしまって、あそこのコンビニにはそれが働いてるから、うん、行くのが怖いって思うのはもちろん当然だし、はい、売り上げが下がるのも当然だと思うから、うん、そうなってくるとね、お店に対するだいぶ余波っていうのも及ぼしてるから、はい、でもこういうことを言うと、じゃあ社会でそういう罪を犯した人間っていうのは一生仕事をしちゃいけないのかっていう論調になってくるから、はいはい、そこのところはちょっと分けて考えないといけないなと思うんだけど、うんうん、でもやっぱりそのまあ身近な人っていうか、はい、その外から言う人はいいのかもしれないですけど、うん、いざ実際その自分が生活する県内にそういう方がいるっていうのは怖いですし、そうなんだよね、はい、いや本当に、はい、本当に今健吾言ったことはその通りで、はい、自分に降りかかってきてないことだから意見っていうのは言えると思う、はい、その立場になってみるとそうもいかないじゃないと、はい、絶対だからその、まあ、もっと話がちょっとそれちゃうけど、はい、原発の近くに住んでいる方のその原発に対する思いと、うん、遠くでその電力だけを享受している人の意見ってさ、はい、やっぱこの遠いから言えるけど、はい、お前じゃあ近く住んでみろよとか、そうですね、そういったことにもちょっとなってくるなと、はい、ちょっと僕はあのこれを読みながらちょっと深く考えてしまいましたね、うん、まあ、そういうことをきれい、まあ、きれい事って言っちゃなんですけど、まあ、許してやれよっていう、うん、考えもあるかもしれないですけど、はい、その自分、まあ、自分よりもその自分が知ってるその弱い方っていう人たちがそこに関わった時何かあっちゃうと、やっぱ自分は後悔してしまうと思うし、うんうんうん、でそれをなぜ自分は許したんだろうっていうふうにも思っちゃうので、うん、でもやっぱり、まあ、何かが起こってから遅い、はいはい、でその第1回目があったら第2回目がないとも限らない、そうなんですよね、
以上シンポジウムでシンポジウムのような最後の内容になりましたが、ちょっと本当にね驚くような事件とか笑えるような事件たくさんありがとうございましたということで、以上です。以上みんなの街の投稿事件簿でした。ありがとうございました。では続いての次の投稿階段、投稿階段です。これ怖いよね。めっちゃ怖いじゃん。いいですね。いいですね。面白いな。面白いな。良きですね。マジ不思議プレゼンツ、階段に夢を、その手で掴み取れ。いや、新しい企画思いついちゃったんですよね。怪奇園を復活させようと思ってたんですよ。ただ今回のイベントはもう今までの従来のものではなくて、圧倒的にみんなにスポットライトが当たる企画にしたいんですよね。怪談によって人生が180度変わる、なんかこの奇跡に近いこの体験をですね、皆さんにもぜひ味わってほしいなと思ってます。この大会の中で新しくみんなにすごいねって言われる話きっと出てくると思うんで、それにすごく僕は期待しています。投稿怪談で人生を変えろ、賞金総額186万円。詳しくは URL から。一番怖かった。マジで。あれやばいよね。やばい。